レース終了です。マシンを回収してください。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはヒグ RM。プラクティス終了です。レースを開始します。ヒグ RM スタート。さあ、1レースター9秒7。さあ、2周目9秒8、2番手です。9秒18、もう1回これが出るとトップに立ちます。9秒33、まだ2番手。中島さんまで100分の1秒差。まだ2番手。もう1周できます。さあ、日暮選手は9秒1、9秒3と来てます。9秒240を出して、ここでトップに立ちました。これが最終周。レース終了です。マシンも回収してください。18秒34。9秒1を並べてきました。2番手の、2人目の日暮選手でした。さあ、3人目、諸橋選手。どうでしょう。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは諸中。はい、ポンド OK。プラクティス終了です。それでは、いいですか。スタートします。レースを開始します。モロチュースタート。ラインじゃないか、6分。さあ、モロハシ選手は9秒74からまず入っていった。8秒94、これがもう1回出るとトップです。トップタイムは9秒17、これが2回必要。さあ、9秒17を出してトップに立ちました諸橋選手。9秒2、はい、山です。はい、あ、もうちょっと待って、今2、3分。はい、はい、行きます。さあ、8秒9を並べてきました。トップタイム更新。さあ、これが最終周。ここまで8秒94、96と来ています。レース終了です。マシンを回収してください。トップに立ちました諸橋選手。よいしょ。
これも初めていたわ。さあそれでは次は諸橋選手の次岩井選手です。はい、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。さあ岩井選手はコースオープンします。出走ドライバーはダメよダメダメのベストです。さあトップ諸橋選手のタイムは8秒95。これが2回必要。岩井選手はベストを超えていかないとトップが見えてきません。ポンド OK です。プラクティス終了です。 OK、 いきます。レースを開始します。ダメよダメダメスタート。最初の9秒3から入っていきました。さあ2周目タイムアップしてくる。わずかながらですね9秒3を並べてきました。4番手9秒19、4番手変わらず。9秒26、中島選手をかわした3番手。前に日暮選手が見える。9秒1を並べてきたが、まだ3番手です。さあ、もう1周できます。もう1周できます。これが最終周、現在3番手。前、日暮選手まで2周走って0秒04。最後帰ってきます。レース終了です。タイムアップならず3番手です。さあ残るが2人ですね。まずは北川選手から。北川選手は今日レンタカーで参戦してくれてます。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはレンタカー。プラクティス終了です。OK です。それではスタートします。大丈夫？レースを開始します。レンタカースタート。さあレンタカーでどこまでタイムが上がってくるのか。まず1周目9秒1から入っていった。もう1回これが出ると2番手あたりまでは狙えます。9秒フラット2番手です。さあここから先は8秒台が必要です。
9秒1。9秒12、わずかながらタイムアップ。さあ来た、8秒94。これがもう1回出るとトップです。もう1周できます。これが最終周。ここまで9秒0、8秒9とつないできています。最後。最後8秒97だが、わずかながら届かず 0.01 足りず。2周走って 0.01 さあ北川選手は、レンタカーで2番手です。最終ドライバー村田選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に。8秒73出したことがあります、ワイドクラス。さあトップは諸橋選手、8秒95。これが2回必要です。音が静か、うんうん、はい、今度は OK。 プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。村田にスタート。さあ最終ドライバーの村田選手。さあ1周目9秒02。さあ2周目帰ってきます。8秒台、8秒820。一気にトップに立った。さあ8秒8を並べてきました。トップタイムを更新しているさあ4周目はミスった。9秒5。さああとは自身が持つ自己ベストですね、8秒734が自己ベストです。さあ来た、1000分の1秒更新、8秒733。もう1周できますはい、終了です。マシンを回収してください。はい、今日は6人なんで予選3-3で分けます。お疲れです。鍵閉めてってください。一組目、日暮岩井、中島です。残りの3人、村田、諸橋、北川が2組目。50分スタートします。予選の1組目は50分スタートです。3分間、一発勝負予選。はい、お疲れでした。よし。
はい、50分から予選いきます。50分から予選スタート。
はい、それでは時間になりましたので、予選1組目やっていきましょう。2分、日暮選手と岩井選手と中島選手の予選3分間。ダメ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 、しげだろう。はい、岩井選手 OK です。今日決勝は全員決勝6名でいきます。予選はやるけど全員決勝、うん、はい、日暮選手 OK、 はい、選手ポンダ OK です。プラクティス終了です。さあ、コースレコードは、栗島選手が持つ21周4秒です。20周出せばかなり、上ですね。トップも狙えるぐらいの記録になると思います。スタートのタイミングはさっきと一緒です。いい？じゃあ並べてあげてください。一番前が日暮選手、2番手岩井選手、3番手から中島選手。はい、ありがとうございます。それでは3分間、予選1組目スタートします。レースを開始します。はい、OK。 じゃあ日暮選手が順調にスタートを決めた。いや、この横に来たのは俺は岩井選手ですね。岩井選手がトップで勝った。日暮選手、中島と続く。さあ、岩井選手、日暮選手のファーストテスト、9秒16です。さあ、突破ですが0秒4、中島選手が 1.5 秒。30秒経過。さあ、中島選手、9秒47ベスト。さあ、岩井選手は今度はファーストテスト8秒台入れてきました。8秒96。さあ、もともとワイドを得意とする岩井選手、7周目に入っています。突破率が0秒8。中島選手も今日初出場、同一周回で頑張っています。 1.9 秒。1分経過。さあ、突破争いちょっと差が開いたか。0秒9。さあ、折り返しの1分30秒。トップ2台は20周予想です。中島選手も19周1秒から2秒ぐらいのペース、折り返し地点を経過しています。突破争いは 1.3 秒。中島選手が3秒3後方3番手です。現在全車が同一周回、12周目に入っています。さあ、岩井選手が20周4秒ぐらいで帰ってくるという予想。
そうですね、岩井選手のこれまでのベストが7秒なんで3秒ほど更新するという予想。何でもクラスなんで記録は残りませんが、自分を超えるペース、残り間もなく45秒、岩井選手が16周目に入ってきます。残り4周、さあ日暮選手が2秒3後方、日暮選手も20周予想、中島選手若干ペース落ちたがそれでも19周4秒ぐらいはで帰ってきそう。残り30秒、中島選手は16から今17に入るところ、残り20秒。さあ中島さん、もし来たら大きく譲ってあげてください。残り15秒。さあ岩井選手はもう1周あります。残り5秒、岩井選手が20周目に入っていった。日暮選手も20周目入りました。大時計はここで3分。シゲガロード、ダメよダメダメコール。岩井選手のレース終了です。マシンを回収してください。トップゴールです。20周6秒、日暮選手が7秒、中島選手が5秒、19周5秒でゴールです。危なかった。それでも岩井さん自己ベスト1秒更新。あ、1秒、うんうん、さあ暫定 TQ タイムは20周の6秒、岩井選手です。それでは2組目の予選いきます。プラクティススタート。村田選手、プラクティス時間は2分。北川選手コースオープンします。出走ドライバーは村田に諸中レンタカー。村田選手は Y は20周0秒が自己ベスト、諸橋選手が20周2秒、そして北川選手はこっちのクラスは初出場、レンタカーです。諸橋、村田 OK です。はい、全車 OK です。それでは並べてあげてください。プラクティス終了。村田選手、諸橋選手、北川選手の順。はい、ありがとうございます。大丈夫？それでは予選2組目3分間スタートします。レースを開始します。抜いてない。さあそのままの並びで帰ってくる村田選手がファーストです。9秒フラット1周目。さあ北川選手が諸橋選手を伺うのは、ま、ダメですね。さあまだ 1.2 秒の中に3台。さあ村田選手が先頭、1秒差で諸橋選手、その0秒3後方に北川選手です。さあここで2番手諸橋選手がファーストテスト、8秒948をマーク。さあまた3台の間が縮まってきます。1秒2から3の間に3秒、3台、村田選手が8秒95ベスト。さあ諸橋選手がちょっとかすりました。北川選手が迫る2番手争い。1分経過。さあこれ村田選手がファーストテスト、8秒888です。さあ村田選手がさらに来る、8秒733。さあさらに来る、8秒672。さあおそらくこれは自己ベストだと思います村田選手。
さあさらに来る8秒644。さあトップ村津選手だけが21周予想、21周7秒さあ折り返し地点を経過しています。トップは変わらず村田選手、2番手諸橋選手が3秒5後方、そして1秒1後方に北川選手。さあ北川選手はね、岩井選手と今3番手争いしています。ワンミスあるとわからないという感じ。残り時間まもなく50秒。さあここで北川選手はベスト8秒943、前諸橋選手と1秒です。さあ残り時間が40秒、村津選手が17周目に入っている。1人21周予想。さあ残り30秒来てます。村津選手が18周目から19周目に入っていきます。まだ全車が同一周回。さあ残り15秒、2番手争いは1秒、2番手争いの2台はもう1周あります。残り5秒、村津選手が最終周に入っていって、ここで3分、諸橋選手逃げ切りました。2番手レース終了です。マシンを回収してください。21周6秒でゴールです。21周6秒はレコードまであと2秒というところ。さあ予選のトップは村田選手、2番手諸橋選手、3番手北川選手、4番手岩井選手、日暮選手、中島選手の順です。6分2回、さあ決勝は全員決勝で立て続け6分2回でいきます。5時5分からでも大丈夫ですか、村田さん大丈夫？ちょっとはい、じゃあ5時10分、はい、大丈夫？5時10分決勝1回目いきます。決勝の間電池交換禁止です。
10分か。あ、いい？あ、本当よかったよかった。ランタンってかなり明るいです。あ、本当。そう、なんかマグネットついてるんだっけ？それついてない。ついてない。引っ掛けられる。ああ、それは何？放電しながらこれで帰ろうかなと。放電しながら？あ、電源になってるわ。あ、それで動くんだ。へえ。これで充電して。なるほどなるほどなるほど。いいですね。すごく。そうそうそう。っていうのもまたいい。うん。マニアックなんだよね、マニアック。フォームはさ、昔ちょっと掘ってさ、スナップフォームとか。
さあ間もなく時間となります。決勝6分間1回目5時10分からスタートします。はい、それでは時間となりましたので、 A メインの決勝レース1回目スタートしていきます。2分、コースをオープンします。出走ドライバーは村谷、諸中、レンタカー、ダメよダメダメ、ヒグ RM、シゲナロウ。立ち位置は中島さん優先で一人目やってあげてください。中島さんどこなんだっけ？慶応の下の緑？慶応の下の緑。はい、了解。はい、それではそれ以外の立ち位置は村田選手、諸橋選手、北川選手、岩井選手、日暮選手の順で決めてください。決勝2回は合計のポイントで総合優勝を決めます。同ポイントの場合はタイムで決めます。はい、村田選手、諸橋選手 OK、 岩井選手 OK、中島選手 OK、 あとは北川選手、はい、全社ポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それでは並べてください。1番前村田選手、2番手が諸橋選手、3番手北川選手、4番手岩井選手、5番手が日暮選手、そして最後尾から中島選手がスタートします。おい、藤岡さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではスタートします。6分間決勝1回目です。レースを開始します。うまくいかなかったですね。トップは村田選手、ファーステスを持ってた諸橋、北川、これが3番手、岩井、日暮、中島です。さあファーステストは村田選手です。8秒71、まだ8秒台はこの選手だけ。中島選手後ろから行きます。来たら大きく譲ってあげてください。さあここでトップがバックマーカーと接触、諸橋選手がトップに立った模様。さあ順位が変わります。諸橋、村田、北川、岩井、日暮、中島です。中島さんトップを持ってきます。止まるよりもね、大回りすればあとはみんなやってくれるから大回りすれば大丈夫です。1分経過。さあまずは村田選手が諸橋選手を捉えるかというところ、前の週0秒5、これが100分の7秒差。村田選手がここでファーストテストを持ってきた。8秒636、すごいタイムが出ています。さああとは諸橋選手は耐えることができるか。その間に北川選手もどんどん差を詰めてくる。1分30秒、村田選手仕掛けるがちょっとうまくいきませんでした。さあトップ3、諸橋、村田、北川、これが 1.5 秒の中に入ってきた。そして4番手岩井、5番手日暮、6番手、中島選手。さあ諸橋選手が決勝1回目トップを守ることができるか。ここで3番手北川選手がベスト、8秒96、トップ3までが8秒台を回しています。さあ日暮選手の後ろからトップ1、2バットをしながらやってきます。
中島選手を間もなくやってきます。はい、東さんありがとう。中島選手も広がってきます。危ない、止まるのは危ない。どっかで、ね、大回りした方がいい。大回りした方が、そう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 、うんうん、大丈夫大丈夫、大ごとになってないから。2分30秒経過。さあトップ3が1秒の中に入ってきてます。スタブラス選手が仕掛けた。おおタイガーダウンショー。さあちょっとこんな、ありがとうありがとう。さあトップが村田選手に変わりましたね。モラ選手が2番手、3番手に岩井選手が上がってきた。3番手岩井選手、北川選手が4番手、日暮中島です。折り返しの3分。さあ気がつけばスタートオーダー順になっているんじゃないかな。そうですね、そうですね。いや違うか、岩井選手が1個ポジション上げてますね。現在3番手です。さあここで村田選手がファーストセット8秒629。2番手モラー選手に2秒5の差をつけている。3番手岩選手が 1.7 秒、4番手北川選手が 1.3 秒です。ここまでが同一周回。以下日暮選手、そして中島選手と続く。さあ村田選手は止められない。8秒583、やばい、583、これほぼコースレコードです。100分の何秒差。さあこれベストはモロハ選手、8秒95、現在2番手です。さあ一番近いのは岩井対北川、これが3番手争い。さあ大時計4分になりました。残りが2分。さあ諸橋選手はトップまでは3秒9、ただこのポジションを守るのは大切です。3番手岩井選手が2秒2、そして1秒4後方に北川です。さあ北川選手の後ろからトップが近づいてきています。2番手諸橋選手はしばらく、バックマーカーなしですね。北川選手、まもなくやってきます。日暮選手、9秒34ベスト。はい、ありがとうございます。さあ、中島選手、後ろから来ます。止まるのはやばい、止まるのはやばい。さあ、まもなく大時計5分になります。決勝1回目、トップは村田選手、33周目に入っている。ゴール予想は40周と表示されています。2番手、諸橋、3番手、岩井、北川、日暮、中島のオーダー。村田選手が35周目に入っていく。残りが50。さあ3番手岩井選手がこけている。これで北川選手が3番手浮上、岩井選手は4番手で戻りました。5番手が日暮、6番手中島選手。残り40秒。さあ気がつけば村田選手は2番手、諸橋選手の後ろまで来ています。日暮選手ここでベスト9秒21、現在5番手です。さあ残り間もなく20秒。さあ村田、諸橋、北川、これがトップ3。岩井選手が4番手、日暮、中島です。残り10秒。村田選手が40周目入りました。ここでベスト8秒535。さあ大時計ここで6分です。村田2ゴール、村田選手ゴール、諸橋ゴール、中島ゴール、岩井ゴール、レンタカーゴール、レース終了です。レンタカーゴールです。マシンを回収してください。村田選手が1回目優勝です。40周0秒さあ村田選手はまあこれ公式戦じゃないですけど、一応コースレコード出ましたね。8秒535。はい、このままもう1回2回目いきます。よいしょ。並び順はさっきと同じ。村田選手、諸橋選手、北川選手、岩井選手、日暮選手、中島選手。はい、ありがとうございます。それでは今日最後のレースです。なんでもクラスの、決勝2回目、6分間スタートします。レースを開始します。
じゃあスタート。このままで帰ってきます。パスですか、村田選手。ちょっと岩井選手が伸び上げました。パスですか、村田選手。さあ村田選手はファーストテストを連発してどんどん逃げてくる。トップ争いはもう1秒以上差がある。一方2番手3番手4番手は団子状態です。村田選手がすごい8秒69を出している。この時間帯まだ8秒台は村田選手だけ。いや岩井選手も8秒台出てますね。さあ2、3、4、諸橋、北川、岩井、これが3台連なっています。さあこれベースは日暮選手9秒32。日暮選手は現在5番手、前まで2秒、1分経過。さあここで北川選手がミス、岩井選手が前に出ます。村田選手8秒666。さあ村田選手は早くも中島選手を、パスしてきました。6番手までもうラップダウンしてる。ひどい気まぐらだ今の。さあここで村田選手が8秒590。さあありがとう木村選手、パスしていきます。これで5番手までパスしてます。トップのマシン2番手がまだ来ない。来ました、5秒3の差をつけているトップのマシン。2番手もらし、3番手北川、岩井、日暮、中島の順。さあ北川選手はね、前諸橋選手を抜いて、なおかつ諸橋選手の1回目のタイムを抜けば総合2番手の可能性を残しています。ここで岩井選手8秒98をマーク、現在4番手。さあ中島さん来ます、2番手3番手4番手来ます。ありがとう、うまい、今のうまいよ。はい、そう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 、それ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 、オッケーオッケー。さあ2分20秒経過。さあ諸橋、北川、岩井、これがすごい1秒の中に入ってます。さあトップの村田選手はもうあれ誰、北川選手の後ろまで来てますね。北川選手をパスしてこれ3番手までパスしてきます。前に見えるギーノが2番手の諸橋選手、前者ラップというところ。さあこれベスト中島選手9秒58、現在6番手です。岩井選手8秒93、現在4番手。折り返しの3分。さあ決勝2回目の方が村田選手はペースがいい、41周ペースと表示されている。なんとコースレコードを超えるペース、次回期待が持てます。村田選手現在23から24に入るところ、ゴール予想は41周2秒と表示されています。コースレコードを2秒ほど更新するというかなりのハイペース、しかも決勝2回目だからね。さあ2番手が諸橋選手、もうすでに全車ラップしてますね。トップは諸橋、北川、岩井、これが2番手争いが近い、1秒の中に3台。そして単独4番5番手が、中島選手、そして日暮選手が最後尾と表示されています。さあ中島選手は後ろから来るのが5番手争いしている日暮選手、これは譲らなくていい。中島選手は後ろの車とバトルしています。さあ4分経過、残り2分です。さあただ中島、日暮の後ろから2、3、4が近づいてくる。これ来たら譲ってあげてください。まず日暮選手がまず譲らないといけない、これタイミング勝負ですね。中島選手がそれを利用することができるのか、残り90�io。ただあの2台もなかなかペースがいい。さあまずは日暮選手は譲ったがちょっと見つけてしまった。中島選手はこれ余裕を持って生かしても大丈夫だと思います。はい、うまいうまい、ああやばいやばいやばい、その横は抜けてった。このトップのトップ、白のトップです、白トップ白トップ。さあ残りまだ1分ある。さあ残りが1分、諸橋選手が2番手、北川、岩井と続いています。2番手争いの3台。
さあ、間にトップを挟んで、日暮と、中島の5番手争い。さあ、日暮選手はまずトップ行かせましたね。さあ、日暮選手と中島選手、差が詰まってますよ。2秒1です。2秒1。前の週2秒8あったが、残り30秒。さあ、ここで中島選手がベストを持ってきた。9秒57。残り20秒。村田選手はちょっとバックマーカーと接触ありましたが、それでも1回目のタイムを超えてくる。41周ペース。残り間もなく10秒です。いや、2番手争いも惜しいんだが、これが最終周になってしまいそう。残り5秒。モロ中ゴール、ここレンタカーゴール、ダメよダメだのゴール、シンダロゴール、新潟にゴール。あと日暮さん、全員がゴールです。マシンを回収してください。村田選手2回目のトップゴール、総合優勝。総合優勝村田選手、2番手諸橋選手、3番手が北川選手、4番手岩井選手、日暮選手、中島選手という順番でした。これはい、それでは村田選手以外で関係しますよ。今回エアリーボール最初はグーじゃんけんぽっこーいきましょう。ちょっといっぱいいる、あれで苦労して写真撮ります。村田選手、諸橋選手、北川選手は表彰台。はい。